ザ・コアーズはアイルランド出身のフォークロックバインド。コア兄弟により1990年に結成され、1995年にレコードデビューした。2005年に活動を休止したが、2015年より活動を再開している。アイルランドの伝統的なケルトサウンドとモダンなポップスを見事に融合させたサウンドが世界中で支持を受けている。映画、ザ・ コミットメンツのオーディションを受けるため結成。映画でミュージックアドバイザーをしていたジョン・ヒューズに目をつけられ、デビッドフォスターに紹介される。そこでアコースティックのパフォーマンスを披露して認めてもらい、彼のレーベルである143レコードと契約することとなる。1995年にフォスター自らプロデュースを担当して、アルバム、遥かなる思いでデビューし、 世界中の売り上げがいきなり450万枚を超え、セリーヌ・デオンが行った1996年のワールドツアーに前座で参加するという幸運を手に入れる。それに先立つ1994年にはアメリカ大使の招待により FIFA フフワールドカップでパフォーマンスし、それがきっかけで143レコードの親会社アトランティックレコードとも契約している。 ヒットプロデューサーのグレンバラードを加えたアルバムトークオンコーナーズも前作の人気を引き継ぐ大ヒットとなり各国でチャート1位を獲得するその後 MTV アンプラグドの収録を1999年10月5日に行いこれも世界的なヒットとなるこの頃には累計売り上げが1000万枚を超えており人気は揺るぎないものとなっていた世界各地で 大きな人気を得ていたザ・コアーズだが、アメリカ市場ではアイルランド系人を中心とした人気に止まっていた。アルバムイン・ブルーでは多数のポピュラーヒット作を出しているロバート・ラングがプロデューサーとして参加して、よりキャッチーな音楽性となり、シングルブレスレスの前衛ナンバーワンヒットに引っ張られるように、アメリカを含む全27カ国でプラチナディスクとなる出世作となる。 インブルーからは、ブレスレスが第43回グラミー賞の最優秀、ポップパフォーマンス部門にノミネートされ、収録曲、レベルハートは、最優秀、ポップインストゥルメンタルパフォーマンス部門にノミネートされた。アルバムとツアーを大成功させた後、バンドは、急速に入る。ジムは、飛行機操縦の免許を取り、シャロンは家庭を持ち、キャロラインは出産し、 アンドレアは映画に携わった。再びバンドが集結し、アルバム、ボロードヘブンの制作に入る。プロデューサーとして、ラングの下で働いていた、オレロモが参加し、前々作までのケルティックフォークの色彩を取り戻した、サウンドが、旧来のファンと、新しいファン奏法に受け入れられ、大きくヒットした。2005年にはライブ8に出演し、同年9月に発表した、アルバム、 ホームは、故郷アイルランドの伝統的な民謡を中心に収録したカバーアルバムとなった。キャロラインの発案により制作を開始したアルバムは、バンドのファンでもあった母へのトリビュートアルバムでもある。また同年にはコンサートを通じたチャリティが評価された、ことで中アイルランド大使より、大英帝国勲章の打診があり、これを4人全員が受諾して、エリザベス2世より勲章が授与された。 ザ・コアーズは2005年よりバンドとしての活動を休止し、その間にアンドレアとシャロンはソロ活動を行った。そして2015年に活動を再開し、10月にシングルブリングオンザ・ナイト、11月20年ぶりの新作アルバムホワイト・ライトを発表した。さらに2017年11月に新作アルバムジュピター・コーリングを発表する。ありがとうございます。